アイル取り競争については今年も実施するということで全会一致で可決しております。まあ、可決はしたんですけども、その取り扱いについて慎重を期すようにということで、糸満市の無形民俗文化財に指定されている糸満ハーレー、その伝統行事の中で実施されるアヒル取り競争をめぐっては、動物愛護団体が動物愛護法違反に当たるとして行事を主催する実行委員らを刑事告発しましたが、那覇地検は先月不起訴処分としました。批判の声が寄せられたことを受けて、地域の区長などで作る糸満ハーレー実行委員会は昨夜会合を開いて今年の対応について協議し、アヒル取り競争を実施することを全会一致で決定しました。実施にあたっては今年から新たに糸満警察署と動物愛護管理センターに対し事前に文書で通知し、また祭り終了後には動物虐待にあたる行為がなかったかについて報告することにしています。今回の決定について地元の住民は、糸満市の行事の一つですからね、これなくすということは到底、私はいいと思います。やって教育のためアヒル食べるところもあるし、もうやると決まったら、ね、虐待しないような取り方で、ね、できれば別にいいと思います。一方、動物愛護団体 NPO 法人アニマルライツセンターは、実施の決定は残念、どんなに配慮した形で実施しても動物に苦痛を与えるイベントの本質に変わりはない、再考してほしいとコメントしています。糸満ハーレーは来月9日に開催されます。